まあ、やっぱ元々はやっぱ町でね、普通に心斎橋ナンバー界隈で普通に毎日滑っとって、それで毎日毎日毎日おったら、ある日お境にこいつ毎日おるなっていうやつがやっぱ太郎やった。あなたんだって嫁もおって、ほんで週7で俺と一緒にスケボーしとって、ほんでしかも空き時間に、まあ、花ちゃんはそういう詩を書いたりとか、詩書いてる時に花ちゃんがなんか、まあそのなんすか、日本文学館がやってるコンクールみたいなのあって、それに応募しだしたのが最初っすかね。ほんでそこから賞、なんかいきなり賞取って、あの人がなんかそのインターネットで結構いろんな応募が載ってて、市の応募みたいなのか公募みたいな、日本文学館という会社から連絡が来て、それでまあこうこうこうで形にしませんかみたいな感じでやりましょうみたいな感じだったね。そう、ジャケットはなんかその太郎がその時は並行して絵を描いてたから、太郎に太郎かグッショーみたいな、まあ、その志の意味はめっちゃ好きで、そういうのずっと持っときたいと思って感じ見た時に、あれが人に見えて、ワーム、和を生む、和と和が重なり合ってまた和になる、うん。